皆さん、こんにちは。俳優の役所広司さんが2023年12月1日、NHK で放送されている番組、朝一に生出演しました。冒頭の挨拶でいきなり噛むという珍しい一幕がありました。この日のプレミアムトークゲストの役所広司さんは、おはようございますと挨拶しようとしたところ、おあじゃ、といきなり噛み噛み。もう噛んじゃったとお茶目な笑顔を浮かべていました。これに MC の博多華丸大吉さんたちは、こちらも気が楽になりました。貴重な場面を見せていただきました、と一気にスタジオの雰囲気がほぐれ、笑いが広がっていました。その後、役所の発音について、やにアクセントを置くのか、役所と平板で呼ぶのかの質問が投げかけられました。役所広司さんは、どちらでもいいんです。でも中田達也さんが名前をつけてくれたんですが、役所と呼んでいました、と、やにアクセントを置く呼び方だったと明かしました。大吉さんも昨日これがすごい問題になりまして、この情報を共有できたことも幸いかなと思っておりますと納得していました。これまで多くの映画に出演し、国内外問わず様々な賞を受賞してきた役所広司さん、今回の受賞で注目を集めているが、一体彼はどんな人物なのだろうかということです。ある制作会社関係者は、撮影現場での役所広司さんをこう絶賛しています。あれだけ実績のある人ですが、他の出演者はもちろん若手のスタッフにも礼儀正しく腰が低いです。また雑誌のインタビューで一度取材を受けたライターのことはきちんと覚えています。取材を受けた記事はしっかり目を通し、次に会った時にお礼の言葉を言ってくれるそうですよと制作会社関係者は語ります。どんな立場の人にも謙虚な姿勢で接していることがうかがえます。道理で長年第一線でご活躍されているわけです。変に気取らない性格は食生活にも垣間見えると言います。前室の制作会社関係者が続けます。ラーメンやピーナッツ、和菓子など庶民的な食べ物が好きですね。特にラーメンは大好物で、以前袋麺の CM に出演した際は撮影で一人で20杯以上平らげたそうです。いつも美味しそうに食べてくれるので、食品メーカーの CM のオファーも絶えないんですよ、と語ります。2021年にマルちゃん製麺の CM キャラクターを務めた際も、幸せそうにラーメンをすする姿が印象的でした。素で食べていた部分もあったのかもしれません。前室の制作会社関係者は、役所広司さんは仕事で関わった人をとにかく大切にすると話しています。2019年に俳優の志賀光太郎さん、2020年に逝去が入院した際、役所広司さんがお見舞いに訪れたそうです。二人は2017年に出演した日曜劇場陸王 TBSK で共演しましたが、その後仕事で交流はなかったといいます。志賀光太郎さんは体が麻痺して声も出しにくい状態だったそうです。その話を聞いた役所広司さんは、志賀光太郎さんを励ますために駆けつけたのだそうです。業界内では感動的なエピソードとして語り継がれているそうです。共演から2年経っていたのですが、仲間が苦しい時には迷わず駆けつけられるという姿勢がまず学ぶべき姿勢です。役所広司さんといえば、驚異的な200倍の競争率を突破して中台達夫さんが主催する俳優養成所無名塾の試験に合格し、そこから俳優としての人生がスタートした驚異的なバイタリティの持ち主です。そんな役所広司さんの病気の噂が広がったのはなぜでしょうか。まず役所広司さんの病気の噂は、主に彼が演じた映画の役柄に起因していると考えられます。役所広司さんが象の背中で演じた肺がんの役が、視聴者の間で彼自身が病気だという誤解を生み出しました。しかし現実には役所広司さんは当たり前ですが健康そのものであり、噂はあくまで噂に過ぎません。これらのことから、役所広司さんの病気の噂は彼が演じた映画の役柄から生じた誤解が原因であると断言できます。次に役所広司さんが映画銀河鉄道の父で演じた病気の父親の役、そして宮沢賢治の妹都市の悲劇的な運命が視聴者の誤解を生み出しました。この誤解がさらに噂を生み、それが広まったのだろうと考えられます。以上から役所広司さんの病気の噂は彼の演じた映画の役柄と賢治の妹都
都市の運命による誤解が元になっていると断言できます。役所広司さんといえば、年上の奥様が事務所の社長を務めることでも知られています。敏腕経営者とも言われる奥様が、仕事面でも健康管理を含むプライベート面でも夫をしっかり管理していそうです。また以前インタビューで健康管理について語ったことのある役所広司さん、近年はコロナ禍でジムに行くのが難しかったようで、近所を歩くなどして筋力が衰えないように気をつけていたようです。また食生活は人生において衰えたことはないそうですが、役柄に合わせ飲み食いしすぎないよう気を使っているといいます。健康マニアというほど体調管理に気を使っているわけでもなさそうですが、必要最低限には気をつけているようです。前述の朝一の番組内で、あるドラマについて語る場面がありました。その番組内で2023年大ヒットした TBS 系ドラマ「VIVAN」でテロ組織テントのリーダーであるノゴーン・ベキ役を熱演したことについて語りました。番組では「VIVAN」の最終回の一部を放送しました。広大なモンゴルで役所広司さん演じるベキがテントのメンバーに別れを告げるというシーンで、ベキはモンゴル語で「今までありがとう」「さらばだ」と絶叫しました。この場面について鈴木直子アナウンサーが、実は最終話の名場面でもあるこのシーンは役所さんのと話を振った後、共演した堺雅人さんのインタビューに移り、堺雅人さんは、あそこは役所さんのクランクインだったんですよ、モンゴルに来て第一声が大声で、それまでの歴史を感じさせてさようならっていうシーンだったので、僕だったらやりづらいなと思いましたと明かしました。続けて、福沢監督はそういうところを第一発目に持ってくる人なんですよね。厳しいというか、それに応える役所さんもすごいなぁと思いましたと尊敬している様子でした。驚きの事実にスタジオは仰天し、博多華丸は、嘘でしょう、信じられない、最終回の最後ですからねとびっくり。役所広司さんは、そうですよねと笑い、ロケの総合スケジュールで知って、こっからやるのかよとやっぱり思いますよねと振り返っていました。順番にそうやって撮影していくと積み重ねができて、理想は理想なんですけど、モンゴルをそんなに行ったり来たりできないのでと説明しました。その場面に応じて演じるということができるのがさすがプロという感じです。役者として息の長い活躍を見せる役所広司さんですが、2023年前半だけでも主演映画の公開が2本に、ネットフリックスの主演ドラマ、民放ドラマへの出演決定など忙しそうです。人気実力を兼ね備えたベテラン俳優ということで、ギャラ単価は高いはずです。また特に主演となると、ただ出演する場合の3倍ほどの報酬になるというので、これだけ主演が続けば収入もかなりの額になるでしょう。実は息子さんのご家族と一緒に同じ敷地内で暮らしているといいます。しかも息子さん家族の家を簡単に建てられるのですから、それは実際の収入金額がわからなくても容易に想像がつきます。映画ドラマ出演に加え、役所広司さんはサントリーソニーソンポなどとの CM 契約も複数抱えます。有名人の CM 出演料は高額と聞きますが、役所広司さんの場合1本5000万6000万円ほどなのだと言われています。それに加え、役所広司さんの場合は所属先は奥様が代表を務める事務所のため、事務所による中間搾取もありません。そのため高額なギャラがほぼそのまま懐に入ることになり、効率よく収入を得ることができるのです。これらのことを総合的に判断すると、役所広司さんの年収は2億円ほどに達する推定されます。いかがだったでしょうか。今回は役所広司さんが演じてきた様々な映画やドラマの裏話などを中心に見てきました。役所広司さんの病気の噂は演じた役が原因だということが分かりました。視聴者とメディアの誤解が噂を拡散させたようです。役所広司さんは演じる時に喜び、悲しみ、驚き、あるいは深い思い入れまで含みながら演じます。役所広司さんは視聴者が予想しない姿を見せてくれることがあります。元気な役所広司さんが病気で痩せている姿に変わると、それは見る人にとって驚きや深い感銘を与えることでしょう。
役所広司さんが元気な時と病気を患った時のギャップには要注目です。それは役所広司さんの演技の深さを改めて感じさせるとともに、人間力に対する尊敬の念を新たにします。これからも俳優界の第一線でご活躍されることを切に願います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。